ベイユアールはフランスペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。2000年からベイユアールはユネスコ世界遺産に登録されているロワール渓谷の周辺にある。洪水の規模を示すベイユアールはコミューン全体がロワール川に浮かぶ島の上にあり、 アンジェの南西1 6トル、南都の東8 6トル、サブニエール及びロシフォールシュルロアールの中間に連なる、ダンダンバにある。その地理的な位置のために、しばしば、ロアールが氾濫の影響を受ける。アンジュ唯一の中石島の高所に、ベイユアールはある。全長3キロメートルという細長い形をした島のため、洪水になると目を見張るような光景になる。 1910年には7メートル、2000年には5.6メートルまで水が上がった。直近の洪水は2006年である。教会は15世紀に岩の上に建てられている。この教会はロワール川で溺れるも助かったルイ11世が建設し、今も聖母巡礼の行われる場所である。最初、ベイワールの地はガリアの母親に捧げられていた。 5世紀になって、アンジェ司教である聖毛流が伝道を行い、その後11世紀にアンジェのサンニコラ修道院に託された。11世紀、キシュビュアールはその働きによって、アンジューハク、ジョフロアマルテルの土地を授けられた。ビュアールという名が後にベイユアールに転じた。なぜなら、住民たちには発音が難しかったからである。百六十九年から百八十二年の、 間、ルネガン獣の追いである、ルイ11世は、ロワール川で船が沈んで、溺れかけ助けられた後、聖母に捧げる教会の建設を命じた。教会は二重の振動を持っていた。15世紀までベイワールは、船乗りや旅行者を保護する聖母の名声のため、船頭が巡礼する場所だった。参照元、1962年から1999年まで、人口の2倍カウントなし。 1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降 INSEE2010 年終わりの時点で、ベイワールには12の団体や事業所があり、農業分野、産業分野、建設分野のいずれもない。75%が商業とサービス業であり、25%が行政及び医療福祉である。ありがとうございます。